FT スタジオ片付け中。この時間は FT スタジオの提供でお送りします。どうも FT です。今回の FT スタジオ片付け中はここに来ています。阪急高等園駅です。近所です。今回はこの阪急高等園駅の東側をぶらぶら歩いていくよ。そうそう、気がつけばもう11月なってるね。今シーズン、僕の2022の今シーズン、あと2ヶ月なりましたけれど、 FT スタジオ片付け中もだからあと2ヶ月ね、あと何回このロケができるのかって感じなんだけれど、駅の東側こんな感じ、全体ざっと見せるよ、こんな感じ。そして踏切、懐かしい踏切、ここの踏切めっちゃ懐かしい、よく通った。お、電車来た。電車、これ左から来るっていうことは西宮北口とか門出口の方から来てる電車やね。とりあえずこの踏切を後にして阪急高等園駅の東側をブラブラするよ。駅の正面に大きい建物、これパセオ高等っていうのがあるね。いや変わったね。昔はねここ商店街があったよね、僕小さい時は。今はこういう大きい建物があって、そのパセオ高等の周りを歩いていくよ、こんな感じ。この雰囲気は昔と変わらへんかな。懐かしい感じやね。そうそう、こんな感じ。ぐるっと歩いてると、教会、あ、これも昔からある。高等教会。懐かしいね。お、ここは高等アレーちゃうか。え、またあるんや、この建物。そうやんな、高等アレーやった。懐かしい。あるわ。へえ。月並み食堂、ここ昔僕小さい時はうどん屋さんやったような気がする。でガラス越しにうどんを売ってるのね、職人さんが。でそれがね、うどんができていくのがね面白くてずっと見てたよ。懐かしいね。パセオ高等の北側に来たよ。ぐるーっと回ってきた感じ。いや本当に小さい時、小学校中学校高校ぐらいまではこの辺ブラブラしとったからな。ちなみに正面一番奥に見えてるのが新幹線ね。今回の FT スタジオ片付け中は阪急高等園駅の東側をただただブラブラしています。いやーほんま懐かしいね、高等園。特に高校の時によく来たかな。あの高等園の駅をさっきの踏切ね、あそこを通って西の方にずっと行くと僕が通ってた高校、県立西宮高校っていうのがあってね。だから高校に行くにはね、いつもこの駅を通らなあかんかったからね、毎日のようにこの駅の近くは歩いてました。お、ここはおしゃれな感じの飲食店があるね。あれ、これ何、こんなお店あったっけな。カップオブトークコーヒー。へー、新しいお店かな。おしゃれな感じのコーヒー屋さん。そして向かいには寿司屋さん。いいね。おお、ぐるっと歩いてきたよ。最初のところに戻ってきたね。そうそう、この辺、この左側の奥の踏切のとこ、ここね、こっから歩き出したやったね。
というわけで今回の FT スタジオ片付け中は阪急高等園駅の東側をブラブラ歩きましたが、いかがだったでしょうか。この駅の西側も近いうちにブラブラ歩いてみたいと思ってます。お楽しみに。それでは See you next time. バイバイ。FT スタジオ片付け中、この時間は FT スタジオの提供でお送りしました。